大型連休後半は江差し藤原の里が面白い。家族みんなで気の合う仲間で楽しめるイベントが盛りだくさんです。私は江差し藤原の里の高林です。本日は私がこの施設の一部を紹介いたします。江差し藤原の里は奥州藤原氏の異業を学んだり、古代から中世にかけての東北の歴史文化を体感できるテーマパークです。広さおよそ20ヘクタールの園内には120棟余りの建物が再現されております。まず私の後ろに見えるのが正庁です。正庁は政治や重要な儀式が執り行われていたところです。朱塗りの建物は12世紀頃の建物を再現しております。こちらは藤原秀衡公のお住まいを再現したキャラの御所です。神殿造りの様式を表しております。正庁南門から奥は広い王子があります。映画やドラマなどのロケでよく使われるところです。このほか奥州藤原氏の栄華を忍ばせる施設も数多く展示しております。トリックアート平安の館では当園オリジナル作品が体験できます。ここでイベントのお知らせです。5月4日は爆笑お笑いライブを開催いたします。今年はなんと R1 グランプリ2014の王者山本雅美さんなど豪華3組が勢ぞろいいたします。5日にはソレイキアンパンマンショーを開催いたします。大型連休後半はぜひ江差し藤原の里にお越しください。お待ちしております。